どんな状態だったか教えてください。はい、鎖骨レングスの、厚みのある重ための、ボブが伸びたスタイル、カラーリングのビフォアは、10レベルの、退色した、オレンジベージュな感じですね。で前髪は伸びた感じで、これはビフォアです。カラーを先にされたと思うので、はい、どんな風に詰めたか教えてください。はい、2021年夏くらいから、ちょっと人気があるカーキ、それから、オリーブ系をチョイスすることに決めて赤み消しをしています。で2022年、まあ、あの冬から春に向けて、暗めの暗髪なんだけれど、オリーブベースで、かといって塗りつぶしたようなあの暗めだとあの寂しい印象になってしまいますので、ベージュも使ってオリーブベージュ、仕上がり的には8レベル9レベルの、オリーブベージュで仕上げてあります。女性にとってメリットだよっていうのは、そうですね、まあ、オリーブベージュだけに限らず暗髪の良さとして美白効果的なところもあると思います。やっぱりあの明るい華やかなあのカラーだとあの 色もそれぞれに頑張ってパーツを作っていかないといけないので、全体的にちょっとなんだろう、存在感というかね、アピールしすぎる傾向にあると思うので、ちょっとこうはんなりした女性らしさを出すのにちょっと暗めのオリーブベージュを使うことによって、そういう女性らしい印象っていうのが引き立つかと思います。では次にカットをお願いします。基本的に髪が多いのが悩み、それから自分ではあまり巻いたりアレンジができないということで、首のラインに沿って自然に跳ねる切りっぱなしボブをベースに、気持ちラインきれいに出るようにアウトラインは前下がりになってます。でそれを中心に、結んだ時に、前髪のラインっていうのがきれいに出るように顔周りを中心にレイヤーを入れて、で下ろした時に基本はボブなんですけれどトップのふんわり感を出すために、トップのみ自然なハイレイヤーを入れてます。で前髪について悩んでたことに対して引き続き2022年もあの薄めのシースルーは引き続き定番として残ると思いますので、シースルーを番組を作って、でアレンジによってはきっとあのぐらいの量だと中に消すこともできますので、気分で下ろしたりなくしたりが可能になってます。でその前髪プラス横に流れる前髪ですね、サイドバングでもあると思うんですけれど、それをメインにセンターパートで流してもいいですし、サイドビューがすごく輪郭がきれいに見えますので、 2way、3way で楽しめるような前髪になっています。スタイリングもあの持ち方だったりスタイリングデザインについて教えてください。はい、そうですね、あの先ほどお伝えしたように自分でこう何もできない人でも乾かした時にこの首のラインに沿って跳ねる、ちょい跳ねする切りっぱなしのボブがベースなので、そうなるように自然に上から風を当てちょっと跳ねるようにドライした後にオイル系のスタイリング剤を全体的につけて、で今回ちょっとサポートでストレートアイロンで、外跳ねをちょっとプラス、それから顔周りのリバースカールをちょっとプラスしています。でモデルさんちょっと前髪にの癖があるので、それを伸ばす理由も含めて前髪にも柔らかくシーカールがつくようにカールをつけています。でその後バームを使って、手で全体に伸ばして、質感、毛束感とか、まあ、パツッとした感じが分厚くならないように、隙間感ができるようにつけること、だから前髪に関してはあのハーフカールついているので、それをカサカサっとぼかすことによって、そのシーカールが交差してちょっとランダムなあのニュアンスがつけることができたと思います。シースループラス顔周り その前髪のニュアンスっていうのがもう下ろしてパッツン と真逆の前髪の発想ですよね。だそういうところは引き続き2022年も、トレンドというよりも定番化して、皆さんにあの望まれるんじゃないかなと思います。今回のスタイルはこういう方におすすめのスタイルだよっていうことをおすすめたりしますか。そうですね、髪質的に、なんだろう、実際に硬くて多くて、ちょっと癖毛があってっていう方は、美容師さんに重めがいいですよと言われたり、例えばネットとかの情報であまり軽くしない方がいいとかっていうところをそのまま、信じても自分の髪質に合わなかったりすると思うんですけれど、それに対して、形は重めでも、中の
量感を減らしたりとか、顔周りとかトップだけはレイヤーを入れたりして、微調整していくことによって形と印象は重めのスタイルなんですけれど、でも動きとか 軽やかな雰囲気っていうのが出せると思うので、そういう意味では髪質的に諦めてた重め風のスタイルっていうのがこのスタイルによって提案できる、楽しめるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。